愛知県岡崎市で今日、スマートフォンの位置情報を使って名所や史跡などをめぐりポイントを競うイベントが開かれました。今日は全国各地からおよそ200人が参加し、配られた地図とアプリを頼りに徳川家康公の騎馬像や六所神社など指定ポイントを訪れました。指定ポイントでは確認の写真を撮影し、ゴールすると歓声を上げていました。全然知らない岡崎を見ることができて、とっても楽しかったです。歴史のある街なんでね、どこもどこもちょっと見どころがあって良かったですね。